はいどうもこんにちは、ガムです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、全国大会がね、今日から始まったということで、で以前の動画でね、その所属地区をどうするかってことで、で鹿児島になったので、で今回ね、鹿児島にエントリーしているわけなんですけども、でね、もう試合ね、19試合まで終わって、今日の本日の残り分、あと1試合のところで、撮影しております。はい。で、ランキングは一番最後に見るという形にして、で、今回はその鹿児島ということで、前大会の、その第2回の全国大会の鹿児島のナンバーワンの方とね、ちょっとマッチングしましたんで、ちょっとね、そちらの方とね、対戦していきましょう。はい、こちらの方でございます。はい。でね、これ見た感じ、まあ、全部 UR なんですけど、さっきからね、そのビジターの試合でものすごい挑まれるんですけども、全部負けてるんですよ。いや、前回のその第2回の全国大会で、で、まあ、その暫定でのその全国ナンバーワンの方とね、その対戦したんですけども、まあ、ボロ負けしたじゃないですか。で、今回もそうなりかねない。はい、前大会の静岡大会の8位と、前大会の鹿児島1位の方とね、まあ、対戦するという感じでね、はい、どういう感じでなるのかっていうことを見ていきましょう。はい。で、これで今日でラストです。はい。で、そうですね、ストップして、はい、こちらが高校ですね。はい。で、どんな感じなんですかね。はい。で、まあ、ひまわりはまあ、ちょいちょい撮ってるような感じですかね。はい。で、まあって感じですね。で、シーナちゃんも、シーナちゃん一つだけか。はい。で、まあね、この方にね、さっきからすげー負けてるんですよ。ビジターでね。で、ホームではね、初めて試合します。あ、ホームラン打たれた。さあ、先制ホームランを浴びていく。はい。で、アウトで、スリーベースヒット。立ち上がりが最悪です。まあ、2点取られるというような感じ。はい。で、長井ちゃんで、調子を上げます。はい。1段階上げていく。で、アウト。うん。まあ、三者凡退ですね。はい。で、ヒットになって、三振。お、盗塁失敗ナイス。はい。いいですね。で、アウトで、はい。こちら、4番のしのぐもちゃんですけど、お、で、れなさんがヒットで。で、耐久で、スタミナ減らします。はい。で、次の打席。お、来た！ツーランホームランですね。OK でございます。これで、2対2、同点。振り出しに戻りましたね。はい。で、振り出しに戻ってからの、さらに、葵ちゃんでスタミナを削っていきます。はい。で、相手は、まあ、もう、相手の方がちょっとスタミナが低いのかな。こっち疲労度がね、高い状態で、投げさせてるんで、まあ、元からね、その、スタミナが減ってるような状態からスタートしてる感じですね。はい。で、相手の打線が、はい、あー、やべえ、強振するの忘れてた。はい、ボンミスが、ここで出てきましたね。はい。で、はい、盗塁失敗ナイス。さっきも盗塁失敗したよね。で、アウトで、アウト。今のところいい勝負ですね。イーブンですよ。はい、2対2で。はい。で、三振。で、スタミナをどんどん削っていきます。あ、ホームラン。あかねちゃんやばくない？ちょっと。2対、さっきからホームランばっか打ってるじゃん。はい。で、ヒットで、アウトですね。で、再びリードを許すも、まだ1点で済んでいるというような感じですね。はい、エラーで出塁。で、で、さらに強振で、はい、絶好調にします。さっきやりたかったんですけど、忘れてたっていう。はい、で、もう7回ですね。これ、やばいですね。で、成功。盗塁成功か。うん。で、アウトで、まあ、ここはいいでしょう。はい。で、天草ちゃんか、どうする？どうするよ。ここはね、ちょっとね、もう点取られたくないので、もう全力投球で、確実に抑えていきましょう。はい。で、強振で行きましょう。もう、ガンガン行きましょう。もう、あと3回しかないから。で、ツーベースヒットで、ヒットになって、で、ミート重視を、使っていきましょう。はい。で、ミート重視で、はい、アウトか。で、じゃあもう耐久しかないですけど、そうだな、犠牲ぐらいにしましょう。はい、ここは。犠牲ぐらいにして、はい、失敗する。いいところでね、失敗するんですよね。はい。で、ヒットになってアウト。で、しのぐもちゃんか。やばいよね、これ。どうするよ。でも、オペレーションコストあんま使いたくないですよね。
じゃあアウト、うん、アウトで、でそのまま、ツーベースヒットまずいんで、もう全力投球使うしかないさあ、三振でアウトですね。はい、で、下位打線からなんですよね。まあもう一回攻撃あるんで、攻撃のチャンスが、おでヒット、これはでかいですね。はい、でまあ倉敷ちゃんは安定のアウトで、ヒットヒットヒットでつないでいく。でまだワンアウトですから、はい、で、うん、ここで欲しかったんですけどね、強振が使えないじゃんはい、じゃあどうだ、アウト、うーん、めちゃくちゃチャンスだったんですけどね、ここはちょっときついですね。でヒットになる、ここはねもう自力で抑えてもらうしかない。はい、盗塁成功、うーん、盗塁成功はちょっとやばいよね。いや、マクサちゃんが、あ、ヒットになっちゃう。で 4-2 ですね。うーん、ここはこれはもうかなりきついはい、で、はい、ここでツーベースヒットですね。長打が出る、はい、長打を出て、はい、ホームラン OK です。はい、これで、同点ですね。はい、振り出し、ここに来て振り出しですよ。はい、いいですね。ただオペレーションコストが何にもないはい、さあここはねもう相当きついよ。でアウトで、アウトで、さあどうだ、アウトですね。うーん、惜しいですね。はい、4対4ドローですね。まあ引き分けでしたけど、まあ得点はね、今回マイナスになるね、まあキャラは入れてないので、はい、まあポイントは変動せずというような感じで、はい、なんか負けてますね。そう、さっきからこうやって負けてるんですよはい、でまあね、まあまあね、ランキングの方としては今のところは、こちらになります。鹿児島で2位ですね。さっきまで、まあ、1位ではあったんですけど、まあ、先ほどの方に追い抜かれまくってね、はい、まあ、2位になったよっていう感じですね。はい、でまあね、これまだ初日なので、まだどんどん順位落ちてきますはい、でまあね、そうですね、まあ、前大会は確か調子ガチャに負けてずるずる下がってって、で8位まで、下がった感じかな。まあ今回はどうなるのかなっていう感じですね。はい、でまあ初日はこんな感じでしたね。はい、ということで、こんな感じで締めたいと思い、今日は締めたいと思います。バイバイ。